皿回し皿回しとは、指や棒、あるいは棒状のものの先端で皿や茶碗を回転させる技術や芸、そのための道具、あるいはその演者を指す。英語圏では、プレートスピニングでジャグリングの一種とされ、使用される皿をスピニングプレートと称する。皿を回したまま、手のひらや指、肩、腰、 顎の上などでバランスを取る曲芸で、しばしば複数の皿を同時に操る。人林くんも渦五郎観光の想図より、放課、住吉踊り放課師は、路上で皿回しをしている。日本の中世から近世にかけて、大道芸を行っていた放課は、絵星姿や創業を成していたが、江戸時代には、俗人の手に移り、従来の曲芸ばかりではなく、 大掛かりな曲芸や手品を手掛けるようになり、カゴ抜けや皿回しも演じるようになった。一方で、寄せ演芸としても行われるようになり、現在に至っている。今日では、大道芸として演じられることも多いが、中国の雑技に由来する多数の皿を回す者、一本の棒で一枚の皿を回す者、正座して技術を競う競技など様々なスタイルがある。最近では、 トスジャグリングを取り入れたスタイルも登場している。皿回しの成り立たせているのは、遠心力とジャイロ効果である。皿などを高速で回転させることによって、遠心力が働き、皿と棒が垂直の状態を保とうとする。さらに、皿が十分な速度で回転するようになると、皿の中心を棒などで支えても、回転状態を保ち、回転軸の方向を一定に保とうとする力が、 働く。これをジャイロ効果という。この現象は転がり続けようとするコマ、ヨーヨー、効果などで確認でき、また自転車やオートバイなど二輪車の走行、円盤式のノコギリなどではこの力が利用される。ありがとうございます。